初心者が行って大丈夫なのか、ゴール裏問題。ここは戦場ではない。 J リーグが開幕して今年はゴール裏で観戦してみようと思っている方もいるのではないだろうか。だがゴール裏は敷居が高そうに感じてちょっと緊張してしまうのが現実だ。結論から言うと、ゴール裏は誰でもウェルカムな場所である。クラブによって雰囲気の違いはあるが、仲間は一人でも多い方がいいと考えているので歓迎されることだろう。ゴール裏は試合の熱気が最もダイレクトに感じられる場所なので、テレビでは絶対に味わえない感動がある。ゴール裏だと全員が歌って跳ねて手拍子をしていると思っているかもしれないが、ゴール裏を中心から離れるにつれてそこまで激しい動きをしていない人も増えてきている。手拍子はするが歌は口ずさむ程度など、それぞれの楽しみ方をしているので、まずは少し離れた位置から鳴らしていくのがいいかもしれない。アウェーのゴール裏だと席が少ないのでぎっしり埋まっていることもあるが、ホームゲームだと安心。ゴール裏は決して怖いところではないが、ほとんどの人が立ち上がって応援するので見にくい点はある。また視界に応援の旗が入ってきて全然見えないケースもあるのだ。ちなみに私は選手入場の時によくある巨大エンブレムの下にいて全くセレモニーが見えないという経験をしている。ゴール裏は正直なところ落ち着いてサッカーを見るのには向いていないが、雰囲気で楽しむ場所と捉えている。スタジアムの興奮を経験するために一度はチャレンジしてみてはいかがだろうか。